吉江さん、南の帝王ね。あの借金極道でしょ。あの話知ってますよ。なんかハイウェイカードかなんかに手出して騙されて、最後は鉄砲玉になんか後輩っていうかね、手下だったヤクザに使われちゃうやつですよね。うん。だからお金がないとああいう風に言うこと聞かざるを得ない時があるんですよね。私もお金がないと思っていた頃は、5万10万もらえるんだったら何でもやるぜみたいな気持ちを持っていましたね。でも今は、久保さん10万円あげるからこうやってよ、30万円あげるからこうやって言っても、いやまあ気が向いたらねって感じですよね。もうお金に触れなくなってきました。お金のために何かやるっていうよりも、何かをやるためにお金が必要なんだったら惜しまないっていう気持ちに変わりましたね。だから本当にまあありがたいなと思うのは、その何ですかね、いくらもらっても自分の気が向かないんだったらやらずに済むってことですよね。でちょっとね、吉田さんからの、そうそう、なんか動画で気づいたんですけども、確かに1日10万くらいですね。今だから隠居して8年じゃないや、ネットビジネス始めて8年ですけども、2億数千万とかになってるわけですよね、結局延べで。まあ細かく計算してないんですけども、感覚としては3億円まだいってないんじゃないかなと思うんですよ。まあいろいろとひっぺがすと3億円超えてるのかもしれませんけども、でも大体私の感覚値では1日10万円の利益を稼ぎ続けて今日に至るっていうところかなと思いますよね。うん、ちょっと正確には分かんないですけど、大体そんな感じですよね。そうなるとまあこうなんですよ。なんか労働が付きまとってその10万ってわけじゃないんですよね。最初はむちゃくちゃやったんですけども、だん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 やる量を減らしていっても、その稼ぎの量がこう落ちないっていうかね、どっちかっていうと、あのお金がない頃は自分の活動量に比例してお金が入ってきたみたいな感じだったんですけども、お金の入る量が大きくなってくると自分の活動量は減らしては減らしても大丈夫になってきたっていうかね、減らせば減らすほど上がってくるみたいな、反比例みたいな関係になってきたかなと思うんですよ。だからこれも全然そのお金をこう得るための手段、見方が変わってきたことかなと思いますね。うん、だから自分の能力を上げるんじゃなくって、あのテクノロジーを使うことなのかなと今思ってるんですよ。まあ自分に投資しろって言葉がありまして、それもね、違ってるとは言わないんですけども、自分の能力を高めるよりもすでに能力が高いものをどんどんね身につけた方がいいかなと思うんですよ。例えば毎日10万円を生み出す自動販売機があるとして、それを買ったらどうかなってことなんですよ。そうすると毎日10万円生み出せる自分自身になるよりも、はるかに楽に早くそうなるんじゃないかなと。で今はハイブリッドですよね。だからね、その1日10万円を生み出す可能性のあるテクノロジー、例えば YouTube、 これを使うことによって10万円を生み出せるような自分も作り出していって、それを合致させるとその実現が早いってことかなと思うんですよ。だからどのテクノロジーと自分のスキルアップを組み合わせるかによって、最小限の労力で最大限の効果が出るみたいな形になるんじゃないかなと思うんですよ。それに最適なのが私は YouTube だなと思いますし、もっとざっくり言えば Google ってものと自分を組み合わせてハイブリッド化するといいんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも近所にあるそのハローワークで見つけた会社と自分を組み合わせてもこうはならないですね。自分の人生を買い取るには値しないぐらいだと思います。近所の会社ではとてもじゃないですけども自分の人生は買い取れないんじゃないかなと思いますよね。やっぱり世界で最高値の会社となんとかタッグを組むことだと思いますし、今それが可能なんですよね。私毎日のように Google から報酬もらってますし、 Google からもすいません、あの連絡が来ますよね、メールとかで。でも近所にあるあまたある中小企業からは何の連絡も来ないし、もちろん1円も振り込まれません。これすげえなと思いますよね。これにどう気づくかですよね、この仕組みに。あっとびっくりですよ。うん、今日も Google に出社でございます。いってらっしゃい。